こんばんは、つれつれ団です。この前夜のメバリングで調子が良かったので味を占めて、今回もナイトメバリングとアジングをやっていこうと思います。そして今回はメバリングとアジングをそれぞれ使い分けて、メバルとアジを釣っていこうと思います。さて、うまくいくのでしょうか。つれつれ団流の釣り方を紹介しますので、お楽しみに。アジングとメバリングの、タックル紹介をします。まずこれ、リールが何だったっけね、これソアレ BB2500HGS っていう分ですね。もうずいぶん前に買ったんで分かりません、覚えてません。そしてロッドは、これはアジングじゃなしでメバルのロッドだと思うんですが、ダイワのゲットカビジョンっていう感じだか、多分ダイワの月下美人っていう分のロッドですね。メバルのロッドだったと思うんですけど、まあアジングもメバリングも同じものでいけますので、これでやってます。こんな感じ。はい。そして PE が 0.35 のはずです。そして PE から ここにパイプを通して、でサルカンですね、ちっちゃい分。はい。でリーダーはフロロの 0.65 だったと思います。そしてこれパイプに中同士の重りをつけて、こっちはパイプ重りが抜けないようにこんな黒いのをつけて、熱で縮むチューブみたいなもんだったと思うんですけど、手作りで。で、重り、中同士の重りつけてます。こんな感じで準備してます。重りとかですね、貼ります。これ、重りはいちいちこれ、ラインを切らなくても、こういう風に外せるようになってます。重りに切り込みを入れて取り外しができるように、脱着できるようにしてます。これも昔のアジングの仲間に教えてもらったんですけど、とっても便利ですねこれね。重りは見えますかね、ここ切り込み、重りに中同士重りのに切り込みを入れて、こうラインを切らなくても、こうやってラインを通してパイプを通して、これ自由に重さが調節できるようになってます。取り外しが簡単。針は
ガマカツの、なんか、こんな針ですね。もう今あるのかどうかわからない。もう昔買った分なんで。これに、これですね。割引の証書っていうのを、ここに、挟んで、使ってます。メバリングもアジングも全く同じ道具です。そして何が違うかと言いますと、まあ、ワームですね。メバリングの時は、もう特にメインで、この、黄色の蛍光レモンですね。のこいつを使ってます。もうほぼ、これしか使わないです。そして、アジングの時は、やっぱりちょっとクリア系がよく釣れるので、こんな、まあ、今もアジリンガーって売っとるんかな。こんな、これちょっとラメが入った分ですね。このクリアとか、浮き網が入った分とか、こういったのがメインで、アジの時は使っています。アジの時はまあ結構いろんな種類を、他にもまだ長い分とか、いろんなのを使っています。右側、あ、浮きの右側、右じゃない、これこの辺の海だ。あ、そこら、うん、海入っちゃってね。入ったんかい。やれやれ。はい、ね、立ち上げる。Thank you.
グヨット、さすがアジグ、アジグ、アジグでアジグで話した。分かってた今。じゃあ、ムーブ、ちょっと苦そう。